おはようございます。9時ちょうどだと思ったらね、ちょっと時間が過ぎていたより私知らなかったんですけれど、本日ここは大分県別府市、別府駅の目の前にあるホテルに泊まっています。これから大分まで向かいます。別府と大分は大分県の2大都市、大分の方が大きいわけですが、別府も観光地として大変多くの人たちを集めるところです。そして大分がもちろん大分県第一の都市でして、そこではいろいろなものがありまして、何でも足らないことはないと、まあ大体そんなところでしょうか。熱海温泉も良かったけど、やっぱり別府ですね。お、誰かがここに入った跡があるから、こう踏むところでした。危なかった、良かった良かった。これを巧みにかわすことができ、大変ご機嫌です。ちなみに昨日、特急ソニック号の車内に上着を忘れてきまして、上着はそのまま終着の大分に先に行っておりますので、手ぶらでの観光というわけですね。まあ観光するわけじゃないんですけど、これからは。いや、これもまた大変ラッキーなことでして、ちょうどいいタイミングで忘れましたんで、余計な荷物が増えておりません。ちょうどね、この格好でいるのにちょうどいいような時期です。まあ、別府はやっぱりちょっとは多分、東京よりは少し暖かいのかな。もっと宮崎とか行くとうんと暑くなりますけどね。下の方は11月の今日は6日かな、随分まだ暖かいですけど、山の上の方はなんとなく色づいているような気がしますが、どうなんでしょうか。ロープウェイの上の方へ登っていけばかなりいろいろ楽しめそうです。なんだ、大分行きは9時8分ってのがあったようですけど、これ間に合わないな。今これですかね。今7分だから、まあ、別にそんな急がなくてもいいんですけど、10時までに行けばいいんで、9時22分のソニック3号で行きますか。鶴見ヶ丘高校3年の、これは生島くんというものかな、分かりませんけど、いい作品を作りなさい。これよく似てるよ。4パー合計の日輪です。これほとんど分か、まあ、みんな分かりますね。でもこのぐらいだ、大体多くの方が鉄道マニアだということは分かっているのです。別府大分間は20分に1本、30分に1本、大体それぐらい走っていますが、特急もさらに30分に1本走っていて、もし特急を使うことができれば本数は事実上倍増です。そういった需要が JR 九州ではかなりあるので、短距離の特急料金が非常に安くなっています。25キロまで300円の特急料金で乗れますので、まあ、一応値段は倍にはなってしまうんですが、280円が580円になると、特急に乗るにしては安い。15分ぐらいかな、別府から大分まで特急で行きますと。ちなみにここに駅名表看板があります。別府駅、温泉のマーク、 JR 九州はだいたい駅の名前の下にこういう風にその地域をイメージするようなマークとか絵をここに配することが多いのですが、別府駅の駅名表だけは JR 九州の中でもひときわ特殊なものがありまして、それがこちら。領収書か、いっか、領収書ならいっか。まあいいや、今のネタにすることにしましょう。これは経費じゃなくて自分の懐から出すとします。でこれですけれど、この別府駅のこれですね、温泉のマークと別府とだけ書いてある、これがこの駅の伝統です。JR 九州の駅の自動販売機ではこういうふうにチランの緑茶というものを売っています。JR の会社によってその地方のお茶を結構使うことがね多くて、面白い傾向なんですけど、西日本はないかな、北海道もまあ地域のお茶ではないかもしれませんけど、東日本と九州はとにかくそうですね。でこのチランの緑茶、チランというのはあの特攻隊の基地があったところで有名ですが、緑茶もまた大変高級ないいお茶が取れることで有名なお茶の産地なんだそうです。それ JR 九州の駅の自動販売機では売っています。今普通の列車が来ましたけど、普通の列車というか普通列車が来ましたけど、これはですね、まあ、私の乗る特急に追い抜かれるわけですね。私はちょっと10時に予約してますんで、何しに行くのかって紙を切りに行くんですが、その普通列車で行くと少し心もとないと、時間に余裕があまりないから先を特急で急ぐことにします。別府湾は左側ですけど、右側にも高崎山自然公園という山がありまして、前からね、セビロちゃんに投稿する動物シリーズの場所として一度出してみたいと思っているんですが、まだ行けておりませんけれど、猿がたくさん住んでいるところ、ニホンザルですね。で本当に野生の猿がたくさん住んでるんで、たまに線路脇なんかにもいることがあってね、年に何回か引かれたりとかしてるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。この上に見えているのが高崎山のはずです。普通にいますよ、そこら辺に猿が。ちょっとさすがに見えないけどな、こういうコンクリートみたいなところとかには目を凝らしていることもあります。こっちが別府湾ですね。向こう側に見えるのが別府の街並み。ちょっと窓が少しだけ汚れていてピントが合わないのが残念。やっと会いました。これですね、美しい山とその下に広がる別府の街並み、別府タワーが今画面から消えたところです。
日本線はこの辺りをこう、なんていうんですか、湾の形に沿ってですね、ぐるりと迂回して走りますので、海がすぐ近くにあって本当に綺麗なところです。向こうには工業のエリアが見えます。あちら側が大分市、その境目がどの辺なのか私はよく分かっておりませんが、まだ出口だと思います。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点大分です。大分駅いつ来ても立派だなと思いますよ。いや最近新しくなったんですよね。つっても私が動画投稿を始めた後の話ですけど、中学の時に来た時はね、まだそこまで綺麗じゃなかったんですけど、この立派な大分市に何をしに来たのかと言いますと、髪を切りに来たんですね。あの大分にはですね、私があのよく馴染みに行く、床屋さんじゃないか、あれは美容院っていうのか、私美容院なんか全然行かないわけですけど、なんであの行くのかっていうとね、もともと私があまりにも髪型がオタクっぽすぎるからなんとかしろというふうに言われまして、わかりましたと、あの大分でですね、私がお世話になっている方に言われて紹介してもらったのがそこでして、動画の撮っても全然問題ないらしいということなんですね。でそこでね、髪を切るとね、視聴者の皆さん好評なんですね。だからそこで私があの美容院のところへ行ってカメラを回しながら切ってもらうだけなんですけど、あの毎度毎度というわけでして、私も前に髪を切ったのはロンドンか、それもネタにしたしね、髪を切るの毎回ネタにしてる気がしますけど、ロンドンで散髪してその前は大分行って、確かその前は稚内で切ったのかな、その前も大分で切ったかなとか、もう何年もね、家の近所で散髪なんかしなくなっちゃいましたけど、別に家の近所が嫌いなわけじゃなくて、ただ家の近所にほとんどいないから、そういう理由なんですけどね。今回もそれで10時から予約をしておりますから、九州旅行の折に大分で時間を少し取って髪を切って行くと、別にまだ切らなくてもいいような気がするんですけど、こういう機会がないと切りませんのでね、なるべく早急にそういったものは早めにやっておくということは重要だと思います。ちなみに朝風呂に入ってこようかなとか考えたんですけど、よく考えたら美容院ってなんか頭洗ってくれたよなと、めんどくさいからやめちゃいましたね。いや昨日の夜はね、温泉行って頭洗ってきたんですよ。でそこでやってもらったから、やったし、別にそんな頻繁に風呂ばっか入っても、ね、しょうがない。なんか頭のなんか油が全部なくなってちょっと困りそうじゃないですか。そのぐらいがよろしいですよね。大分の駅が後ろにあって、こちらが私の今行った商店街のアーケード、でここのアーケードのところにですね、パチンコ屋があるんですけど、ここにこう JR 九州大分駅の時刻表が貼ってあります。これですけど、本数が絶妙に、多いといえば多いような駅、そういうところなので、これに合わせて買い物とかの時間をしね、それで、じゃあそろそろ列車が来るから行こうなんてことを多分やるわけですよね。多分鉄道版で街のこういうところに時刻表が置いてあるのって珍しい光景だと思うんですけど、多分発想としては居酒屋にバスの時刻表が貼ってあるのと同じだと思います。お店に入ったらね、毎回上着をかけてもらっていたような気がするんですけど、上着のポケットにこうゆで卵入ってますね。これしかもゆで卵なんで、正確にはね、なんですか、ちょっとこう柔らかくなって温泉卵なんで、失敗してなんかこう潰れたりとかしたらあれだしね、まずいなと思って、これどこにしまいましょうかね。カバンに入れて、なるべく中に卵入ってるんですけどって正直に言うか、なんかみっともないですけど、大分県はですね、こういったところ美容室とか理容室のその競合が日本でもかなり激しいところなんだそうでして、もう美容室とそれから床屋のこうぐるぐるサインポールね、2つこれ回ってますし、この通りにもたくさんあるし、そうではなくなんか一般のね、もっと広い道のところにもいっぱいあります。またここにもヘアサロン、やってるのが分かりませんが、銀座美容室、美容プラージュ大分店、ヘアアースと読むのかな、アースメイクって書いてありますね。スーパーカットメーカー、ヘアカット専門店。本当にいろいろこの商店街の中にも、入り口の方にもまだまだね、今動画に映してないところありますんで、たくさんあるんですが、その中でも一番活かした感じなのがここアルティストです。朝の10時から始まりますんで、まだちょっと早いわけですが、確かに活かした感じなんですね。これね、このアルティスト関連の動画の再生数が伸びるの理由の一つとして私が勝手に考えてるんですけど、お店の内装がどうでもなんかいいので、よくサムネイルが作れるんですね。綺麗なサムネイルになります。そうなると、やっぱなんかこの写真綺麗だから見ようとか言ってこうポチッとボタンを押す人がいると思うので、それが理由で再生が伸びてるっていうのもあるんじゃないか。つまり雰囲気が素晴らしいということです。今ね、呼びに行かれたんですけど、お店の受付の方がね、僕スーツ組んで通ってるんですね。びっくりしました。聞こえました。いや、そう、よく聞こえましたよ。どうですか、なんか結構再生はされてるんですけど、動画見た感じ、なんか8、あ、本当ですか。いや、よかった、そう言ってもらえるとよかったです。なんか撮るだけ撮っといてね、全然お客さんの来るのに貢献してないんで、ちょっと悪いなと思ってたから。いやいや、本当に結構来てくれてるんですよ。はい、いや嬉しいな、それはよかったよかった。やっぱ動画見てきましたみたいな人いるんですか、そういう人。結構います。そうなんだ、めっちゃ嬉しい。よかったよかった。いや、それは僕も嬉しいです。もうどんどん、じゃあ遠慮なく撮らせてもらう、そうしたら。
いや、ありがとう。じゃあちょっともうこういう時しか読まないんで、これを熱心に勉強します。来るとこういう雑誌をまず持ってきてくれてね、もう慣れたもんですけど、ただ私はこういう雑誌は読み慣れておりませんので、なんだかんだね、こうおしゃれとかきっちり身だしなみから程遠い存在って、なんか自分で言っててもね、だんだんと情けなくなってきますけど。あ、そっかそっかそっか、そうですよね、あの試験の勉強しながら、そっかって言ってくれましたもんね。そうだ、勉強しながら実務経験持って、そうか、そうだ、思い出した、そう、あのちょっとこれ今視聴者に呼びかけるんですが、あそこにいるね、あのこれ視聴者のみんなからもうすごいイケメンだって大評判ですよ、アンザード。あ、結構ですか。そう、いや本当にね、あのもうなんか僕が横に並ぶと、なんかどんどんあのみっともないなんて、僕に対するそのなんていうんですかあの茶化しのコメントも来るぐらいね、そうそう、もう大人気ですよ。あの代わりに、僕の代わりに YouTube に出て紹介した方がアーティストの動画も伸びるかもしれないぐらいそうで、この方はですね、あのサラブレッドでして、確かご両親ともでしたよね。はい、ですよね。あのもう両方ともあの美容師さんをやられてて、今勉強しながらしかも実務経験も積まれてるという、なかなかすごい、あの結構スピーディーな取り方なんですね。あ、こんにちは、おはようございます。もういや、なんか結構お客さんが来てくれてるとか今聞いたんですけど、来るんですか、僕の見たっていう人が。やっぱりお、なんかちょいちょい来てくれて。あ、そうですか、よかった。何にもそれでないとね、ちょっと僕も悲しかったけど、よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、でそれ今日なんですけど、はい、13時27分の、はい、なんだあれで、まあ湯布院の方に行くやつのことですけど、はい、それまでにできること、まあでもいろいろ多分そうですね、あれば上がね結構短いですからね。あ、ちょっとそうですね、前に切った時に随分短めになったみたいでして。わかりました。はい、じゃあいい感じになるように、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ先にシャンプーを。はい、4月13日は成人式のみの営業って書いてある。そうそうそう、やっぱ。あ、そうだ、あの聞いてみたかったんですけど、はい、あの YouTube に出してなんか友達にそのなんかお前動画出てるなみたいに言われたりするんですか。いや、僕はないです。あ、ないですか、はい、ほんと UM の方から YouTube を通して連絡があって、はい、で入りませんかって言われて、で六本木に UM のその事務所があるんですよ。はい、で会いにも行ったんですけど、あの面接みたいなやつも、はい、でもウームってその広告収入の2割をあのウームに払わなきゃいけないんですけど、あ、それがちょっとね高くて、でやめました。それはそうですよね。そう結構痛いんですよね、2割って。そうだ、お聞きしたかったんですけど、はい、あの僕今回九州の一周の旅行をしてるんですけど、はいはいはい、ただちょっと忙しくてまだ予定の後半が決められてなくて、今ちょっとこの時間に決めてしまおうかなと思って。で、あのこういう場所でその例えば携帯電話とか切ってもらってるところでこういじったりとかしても特に問題ないんですよ。あ、全然平気なんですよ、はい、そういうのって。ああ、ありがとうございます。いや、なんか分かんないですけど、今までのイメージだとなんかそう切られてる時はもう片時も動いてはいけないみたいなのあるのかな。ああ、そうですか、ありがとうございます。あ、そうそう、携帯電話もね、ようやくあの白石さんに言われてじゃないけど、あのさすがに作った方がみたいな話に前になったから、やっぱ作ろうと思ってようやく作ったんですよ。作ったんですね。今日もしかしたら長崎まで行くんですけど。あ、そうなんですね。はい、で明日長崎を見た後、あの一回ちょっと大学があるんで横浜帰るんですよ、飛行機で。はいはいはい、帰って、まあ、2日だけ大学行ってからまた戻ってくるんですけど、はい、その後は熊本、鹿児島とか宮崎回ってから、あの 暇ってわけじゃないけど、福岡に行ってあの韓国までその日帰りで行けるようなので、あ、そう、あのちょっと釜山まで行ってこようかなとか、はいはい、それで帰るつもりですね。あの高速船に乗って。そうですね、はい、あのビートルでしたっけ。はいはいはい。韓国って行かれたことありますか。あ、僕乗り換えしかないんですよ。あ、韓国、あのなんかインチョンで乗り換えしてました。そうそうそう、インチョンしかないです。はいはい。あ、そっか、なるほど。それでインチョンまでなんか例えばこの辺とか福岡空港とかから行くって感じですね。そうなんです。あ、そうか。ちなみにその時はどこ行かれたんですか。その時はカザフスタンに行きました。カザフスタン、カザフスタンに何をしに行ったんですか。カザフスタンにマンション買いに行きました、ね。はい、あー、投資で。投資で。あー、僕もう一個会社しててね、はい、APU ってあの立命館大学の、はい、そこのあの教授がカザフスタン人がいて、うん、その人と二人で会社してるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、ね、まあ、結構向こうにも支社があるんで、はいはい、まあ、たまにっていうかね、あ、まあ、ちょっと投資とかみたいな、はい、ビジネスもしてもかしてます。カザフスタンってあれですよね、あのなんかロシアのあたり。そうそうそう、ね、旧ソ連です ね、うん、ですよね。はい、地下は上がってるんですか。地下はこれから上がるところですね、うんうん、今中心国なんで、うん、マレーシアと同じぐらいの GDP です。
あーそうなんですか、はい、良さそうというか、まあ、銀行もね金利が高いんですよ。あーそうですか。 20% とか 20%? そうなんですよ。だからあの、ね、借金して日本みたいに買えないんですから、はい、あ結局ね、はい、お金持ってる人が取り勝ちする、うん、そう、まあ、現金で買ってしまえばあとはみたいな。あー僕全然知らないですけど、レートは どんな感じなんですか。そのレートが向こうはあのテンゲっていう通貨なんですけども、はいはい、だいたい3テンゲで1円ぐらい、3テンゲ、はい、が1円ぐらいでね、うん、でその、まあ、円の3分の1ぐらいです、うんうんうん、で物価はそうするとどうなるんですか。まあ、物価は、まあ、普通の商品はやっぱ普通なんですけども、あ、まあ、食料品とかは安いですよね、はい、やっぱそういうちょっとね、はい、終身国ぐらいだから、うんうん、でもなんか外食とか行くと結構日本より高かったり、あ、マックとかが日本より高かったりするけど、普通にこう野菜とか買うときはね、うんうん、バザールって向こうの市場みたいなところが、はい、よくこうね、あ、ありますよね、映像を見ると思うんですけど、野菜がいっぱいこう積み重なってるやつ、はい、ああいうところってすごい安いですよね。ああ、なるほど、はい、結構じゃあヨーロッパとかにあるようなパターンですね。そうですね、もうね、ヨーロッパに近いですからね。うん、そうですよね、地域的に、はい、カザフスタンでそんなことされる人が初めてなかなか行かないです、うん、院長から直接カザフスタンに行くんですか。そうなんです。そんな便があるんですね。はい、結構ね、なんか右とか短くなってるとこあるんで、そう、そうなんですよね。ちょっと今回、ね、あの実はロンドンで切ったんですけど、あ、そのこと言ってました。あ、そうですか。そうそうそう、一番古いところなんです。まあ、ただ床屋だったんで随分短くなって、まあ、床屋だから短いのか分かんないですけど、そうなんです。あ、こんにちは、おはようございます。あの YouTube でも視聴者が大喜びしてまして、あの美人の女の人が出たから友達が見てて、はい、あ、そうですか、あのインスタに、はい、YouTube 見たんで、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。あの僕熊本に行くのが、はい、あの予定してるんですけど、熊本でどこ行くべきか、あ、古い、いやいや大丈夫です、ありがとうございます、もう十分ですこれで、もうバッチリ、ありがとうございます。熊本ね、どこ行ったっていうね、そう、そうなんですよ。ありがとうございます。はい、でも全部ちょっとこの時間のうちに決めてしまう、はい、もういろいろ決めときます。やっぱ熊本っていうと阿蘇になるんですけど、この間連れてってもらったのが、はい、あ、草千里、そう、そうなんですよ、すごく最高だったので、はい、まあ、今日行くとちょっと寒すぎるかなと思って。あ、そうそう、あともう一つお聞きしたいことがあったんですけど、はいはいはい、あの僕らの鉄道マニアみたいな界隈だと、はいはい、やっぱりあんまりその髪の毛とか、はい、そのまあ服装とかに気を使ってる人、はいはい、まあ、そんなにはいないんですよね、はいはい、であの白石さんってそういう人たちを見てって、はい、例えばそのあこの人ってもうちょっとこ この髪型を、はいはい、あの例えばうまくいろいろ整えたらもうちょっと外見良くなるのに、例えばなんかもったいないなみたいな、はいはいはい、そういうのって歩いててなんか感じるんですか。あ、そういうの結構あるんですか。そういう人ありますね。ちょっと変えるだけでっていうね、はい、やっぱ本当興味持つか持たないかでだいぶ違いますよね。あ、うん、まあ、持たないものはね、あの本人も直したいとも思わないかもしれないけど、 でも、あ、やっぱそういうのはあるんですね。そうですね、もう興味持ってちょっとねイメージ変えると全然本当別人みたいになりますよね、うん。じゃあこれは視聴者の皆さんにこうあの言っとこうと思って、ね、あ、そうですね、はい、まあ、僕もあんまり興味持たないでこんな適当なあれですけどでも、まあ、確かに髪切った後の視聴者の評判みたいなのを見るとね、随分違うらしいから、そうですよね、多分いろんな人がそうなんでしょうね。恐竜ってね、どっかのなんかボクシングレビューとかと同じような感じでやっぱね、癒着が生まれるっすよね、うん、そうですね、そうなんですよ。あ、私服を肥やせる環境になるんですね。まあいいとこもあれば悪いとこもあって、でもやっぱりなんかこうなんとかスタンってつくと、あのアフガニスタンみたいな感じのイメージをしてしまうんですけど、はいはい、そうですね、怖いですけどね。そう、まあ、全然でもあれとは違いますもんね。そうですね、全然違うし、もう本当完全で、うんうん、この前万博もあったし、あ、そんなのあったんですか、知らなかった。へえ、アスタナっていう首都で万博があった。全然首都がどこだかも僕は知らなかったです。そうです、アスタナっていうところの首都で、
時間がかかりますよね。そうですね。そうなんですよね。編集とかがあるんですよ。そうなんですよ。本当にね、それがもう誰かに頼みたいと思ってるんですけど。ねえ、みんなそうやってしていくみたいな。そう、やっぱりそういう人が多いみたいですね。ねえ。でも一方でトップでも未だに自分でやってるって人もいるみたいで。はい。ヒカキンとかまさにそうみたいです。この前ねテレビで僕も見ました、ね。ああ、そうか、なんか出てましたよねあれで。でもなんか手伝ってくれる人はいる。あ、なんかそう最近字幕は誰かに手伝ってもらってるとか言ってました ね、 ましたね。逆に最近まで字幕は全部自分でやってたのかと思うとすごいですけど、ね、いつもどっからで食べるんですか。だいたい大分駅のあそこでなんか買って屋上で食べるってパターンですね。あ、そういうパターンどっかお店入ればよ。あ、でもなんかあそこの中であのこう選ぶのが結構楽しくて。あ、そうなんですね、はい。まあ、もしくは日報線の特急の中で食べるからですかね。はいはいはい。あの駅ビル綺麗になってなんか随分印象が変わりましたね。そうですね、変わりましたよね、うん、昔大分駅の裏側はのネタだったんですよね。あの駅が駅のあのしょぼさがね本当プレハブみたいな裏側がなってそういうとこありますよね。そういうパターンがいや昔なんか2チャンネルでなんか、はい、それ上げられててみんな驚愕してましたよ。いやその表はねもっとちゃんとしてたんですけど、裏側がもう本当昔本当何もなかったんで、あれですよね、こっち側じゃない方ですよね。そう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 、向こうの側ですよね。なんか僕もなんとなくあのあれですよね、2000年代の終わりぐらいにそうなったやつですよね。いや本当プレハブなんですよだからもう裏だけ見た人からしたらこれが大分県の県庁所在地の駅がこんなしゃぼいんだみたいなそっちだけ写真撮ったら大変なことになるよね。そう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 、いやそれだけをなんか2チャンネルで誰か載せてて。あ、なるほど、表玄関載せなかったから。そうそうそう、みんながもうね知らない人たちがみんなそう驚きますね。大分やばいみたいな。大分やばいちょっと電話してもいいですか。あ、大丈夫。 ありがとうございます。充電とかなんかあるときに。あ、ありがとうございます、はい、あら、もう前から毎日お聞きしたことがあったと思うんですけど、はいはいはい、あの視聴者から白石さんの髪型についての質問が多くて、それってそういう風にするの、はい、確かそこまで大変じゃないとか、なんかそういうおっしゃってましたよね。どれぐらい時間かかってるんですか。これ多分 1,2 分ですね。あ、そうなんですか、はい、なんかすごい技巧派みたいに見えますけど。全然全然、癖だけなんで、はい、もう本当簡単です。ちょうど癖に合うよ、うんうん、はい、それはパーマみたいにしてるんですよね。あ、これも僕ね、はい、パーマじゃないんで。あ、違うんですか。癖がね、こういう癖なんですよ。へえ。だからこの髪型にはすごくしやすい。あ、そうなんですか。ちょうど自分の癖に合ってる。ああ、その自分の髪の傾向に合うような。そうああ、そうなんですか。最近か昔はねもう結構ロン毛とかしてましたけど、はい、今はもう最近これ楽な髪型で。ああ、楽な髪型なんですか。へえ。パッと見るとすごい凝ってるような気がするけど、意外と実はそうじゃないですね。もう本当ね、朝乾き終わったらもう 1,2 分でできますね。へえ。もうスプレーで固めるだけなんです。ああ、そうなんだ。本当に視聴者からあの白石さんが結構あの女性の視聴者からも人気ありますよ。白石さん、やっぱり、はい、すみません、ありがとうございました。いつもこれを回して出るって感じで申し訳ないです。どうもありがとうございました。じゃまた、はい、お会いしたい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。来てもらいましたけど、ね、あの前回ロンドンかロンドンで来てもらった、あれ相当短かったようでして、なんかいろんなところが短いですねなんて話もしてましたけど、あのですね、ちょっといろいろとあの他に必要なことがありまして、電話とかしながらね、あの取材許可とかの電話しながらやってたんですが、それでもまたあのなんかファックスで送ってくださいって言われて、やっぱファックスかと思ってね、それもまたそのじゃあファックスをコンビニでどうこうとかいろいろ考えてたら、うちのファックス使いますなんて代わりにファックスを受けてくれたり、すごい助かっちゃいました。美容院に行ってファックスを借りてきてるなんてね、なかなかないと思うんですけど、まあ、それはあの特別な対応してくれたわけだから、別にあそこのね、あのアルティストに行けばいつでもファックスが使い放題になるわけじゃないと思いますけど、でもあの毎度毎度親切にしてくれて嬉しいことです。さっきもね話しましたけど、結構なんかいろんな方からね来てくれる人が多いとか、なんかそんなことも聞きまして、私が紹介したところでね、その私が紹介したことによって、それで来た人がいっぱいいるというのも、これは本当に嬉しいこと、誇らしいことですね。やっぱね、ご紹介させてもらうだけ取るだけ取って誰も来ないっていうんじゃね、あの全くこうギブアンドテイクみたいな感じにはならないですから、ただ私がねテイクしてるだけで申し訳ないんで、まあ、少し、まあ、本当にね些細なことなんですけど、まあ、お客さんが増えてるっていうのはそれは嬉しいことで、まあ、そんなことしなくてもアルティストはもともと大分の名店として、広く知られているとは思うんですけれど。それではここで髪も切りまして、次の目的地は湯布院です。湯布院まで列車に乗っていきます。まあ、あとね30分ぐらいで出発しますんで、買い物をするぐらいの時間はあります。大分の駅には大分の名物をいろいろ売ってるところがありますから、そこで買って列車の中で食べるというのがよろしいかと思います。
りあえずここまで。ご視聴ありがとうございました。